この一戦で答えを見つける。戦闘開始。殺してやるよ、ナルト。サスケ、お前は。子供のままだな、ナルト。俺にとっては復讐が全て。他がどうなろうが知ったことじゃない。3年必死に修行してやっとここまで来たんだ、サスケ。どんなに復讐を口にしても、どんなに俺たちから離れようとしても、俺たちのつながりは、やっとできたつながりは、そう簡単に断ち切れるもんじゃねえ。なんでだよ、なんでわからねえんだよ、サスケ。どうせまではお前の体を器として扱ってるだけだ。俺の復讐が叶うんだ。こんな命オロチマルにくれてやる。お前にはほかげになるっていう夢があるんだな。俺を追い回す暇があったら修行にもしてやるよな。なると、仲間一人救えねえ奴がほかげになんてなれるかよ、サスケ。俺の気まぐれで助けた。だが今度は俺の気まぐれだ。お前は命だ。そろそろしまいにしようぜ。もしかしたら、サスケ、お前と俺が逆だったかもしれねえ。
サスケ、お前も知ってんだろ？俺が昔、里のみんなに嫌われてたこと。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えれば、お前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれねえ。それに、俺はいつも一人だった。けど、同じような奴がいるって分かって、嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、それはやめた。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺がつながりを持てた。第7班で任務やってよ。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからサスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当に良かった。ナルト、お前が今さら何を言おうと俺は変わらねえ。俺はお前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところ、お前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらかだ。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。俺は万華鏡シャリンガンを使いすぎたか。帰って休めと言ったはずだが。まだな。キュービか。こいつらとはちゃんとした場を設けてやる。今は引くぞ。サスケ、戻る前にお前に伝えときたいことがある。行くぞ。待て。サスケ、さっきの一戦、あれでお前にも見えただろ。お前と俺が戦えば、二人とも死ぬ。お前が木の葉に攻めてくれや、俺はお前と戦わなきゃならねえ。憎しみはそれまで取っとけ。そら全部俺にぶつけろ。お前の憎しみを受けてやれんのは俺しかいねえ。その役目は俺にしかできねえ。俺もお前の憎しみを背負って一緒に死んでやる。何なんだてめえは、一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。お前と分かり合うには一筋縄じゃいかねえって、初めて会った時から分かってた。そういえば拳で分かり合うのはお前とのやり方なのは間違いねえよな。俺はまだ諦めてねえ。俺は変わりはしねえ。お前と分かり合う気もねえ、死ぬ気もねえ。死ぬのはお前だ。もういい、ナルト。サスケは俺がやる。お前には火影になるって大切な夢がある。サスケの道連れでお前が潰れることは。仲間一人救えねえ奴が火影になんてなれるかよ。サスケとは俺がやる。ナルト。いいだろう。お前を一番に殺してやる。
それってば、まだお前にちゃんと認めてもらってねえからよ。話は済んだようだな。行くぞサスケ。まだな。後で話すが。いつでも来い、サスケ。